おはようございます。6月1日水曜日、朝4時32分です。いよいよ6月スタートです。ほんと月日が経つのが早く感じます。あと1ヶ月経つと、2022年も半年ですよ。いや、ほんとめちゃくちゃ早いな。多分この6月、この1ヶ月もあっという間に過ぎ去っていくような気がします。今日撮影に使っているカメラですが、昨日に引き続きパナソニックのルミックス G9 Pro になります。そしてレンズはパナライカ 15mmF1.7 です。さあ、どんな感じで映ってるでしょうか。で、昨日と違うのは外部マイクを、昨日はエデュテージの ETM001 だったんですが、今日は DJI のフレキシブルマイク FM15 を使って撮影しています。まあ、今、小型のマイクをちょっとどれにしようかいろいろとこう悩んでて、持ってるマイク数種類を今、交代交代に試しながら使っています。で、今日は DJI の FM15 なんですけど、多分これがね、やっぱり本命になるかな。このマイクやっぱり結構使いやすいんですよね。で、昨日のエデュテージの ETM001、あれやっぱちょっと入力レベルがこうすごく大きくなるというか、やっぱちょっと聞いててね、少し違和感があるような音になっていました。今日はこのマイク使って撮影やっていきたいと思います。それではモーニングコーヒーいただきます。いつもと同じバリスタと、そして今朝のカップはチャムスカップです。いただきます。うまい。引き続きパナソニックのルミックス G9 Pro を使って撮影していきます。いやー、つくづく思うんですけど、このパナライカの 15mm、 ほんとね、色味とかいいですよね。そして F1.7 ということで非常に明るいです。まあ、15mm ということは 35mm 換算でいうところの 30mm 画角になるんですが、まあ、自分が使うにしては少し狭い気はするんですけど、こういった Vlog 撮影するときにこの 15mm 画角、だから30mm 画角っていうのはギリギリ許容範囲じゃないかなと思います。まあ、使うのにも若干狭いですが、まあ、なんとか使えるぐらいの広さで、そして何よりこう明るくていいですね。こういった暗所撮影のときにもこう気にすることなく撮影できるっていう意味では非常に扱いやすいレンズだと思います。そして何より軽量コンパクトっていうのが一番ですね。で、これと本当に同じような感じで、今月末、6月末に、パナライカの 9mm、だから 35mm、18mm ですね、の、超広角のレンズが出るということで、まあ、サイズ感もね、ほぼほぼ同じっていうことで非常に楽しみですね。18mm ってことは、先日購入したソニーの G レンズ1635の 16mm。あれ、まあ 16mm で、そこから手ブレ補正、アクティブオンにするとクロップされるんで、大体まあ18ミリ前後画角ぐらいになるかと思うんですけど、ほぼ同等の画角で撮れるってことで、そして F1.7 ですよ。非常に明るいレンズということで、本当発売が楽しみです。まあ、基本はこの G9 Pro と併用して使うような形になるかと思うんですけど、先日購入したルミックスの G100、あれと組み合わせた時にも、Vlog 撮影としてはね、非常に軽量コンパクトなシステムになるということで、非常に扱いやすいんじゃないでしょうか。発売が楽しみです。昨日撮影に使っていたのはこれですね。このエデュテージの ETM001、めちゃくちゃちっちゃいマイクなんですけど、ソニー機の場合は入力の音声のレベルを調整することで、なんとかまあギリギリ使えるマイクになるんですけど、やっぱりこのパナ機と組み合わせた時にどうしてもこう入力の原因が大きくなりすぎてしまって、まあ音割れまではおそらくいってないかと思うんですけど、やっぱちょっと厳しいかなと思いました。ただまあ編集時にファイナルカットプロの声の分離を使ってやると、まあ昨日の動画、まあ見てもらえば分かるかと思うんですけど、まあなんとかね、使えるぐらいのレベルにはなるなとは思いました。で、今日はですね、こいつですね、これが DJI のフレキシブルマイク FM15 なんですけど、まあ、こいつ、あ、これまあ予備なんですけど、これと全く同じものを今装着して、録画しています。音声とっています。音声とどうでしょうか。若干こもったような音になるかもしれないですね。で、こっちの
エディテージの ETM-001 はどっちからかというとこうシャープなすっきりとした音になるんですけど、こっちの DJI の FM15 の方は若干こもったような音になるので、まあこのあたりはね、まあ、好き嫌い分かれるかと思うんですけど、今日はこっちの FM15 を使って撮影しています。現在時刻が10時を回りました。朝から結構バタバタだったんですけど、ちょっと落ち着いたので久しぶりに本屋さん立ち寄ってきます。いろいろと見たいものがあるので、まあ、本を物色してくるということと、その後結構喉乾いたので向かい側にあるモスバーガーでコーヒーいただいてきます。今日撮影に使っているカメラですが、パナソニックのルミックス G9 Pro と、レンズがパナライカの 15mmF1.7、そしてマイクが外部マイク、今日は DJI のフレキシブルマイク FM15 を使っています。多分ね、今片手持ちで軽く伸ばした状態で話してるんですけど、音声ね、しっかり拾ってくれてると思いますね。で、朝少し撮影した動画確認してみたんですけど、やっぱりなかなか FM15、音いいですね。やっぱこの FM15 が定番になるかな。というわけで行ってきます。先に本屋に行こうかと思ったんですけど、やっぱり喉乾いたので先にモスバーガーでアイスコーヒーいただいてきます。ここのモス久しぶりに来る。アイスコーヒー、アイスコーヒーサイズいかがなさいますか？何サイズからありますか？ SML とございます。あ、じゃあ S で、はい、いただきます。うん、うまっ。ごちそうさまでした。さあ、じゃあ次は本屋さん立ち寄ってきます。お昼12時半を回りました。今一旦帰宅してきたんですが、ついさっきこれが届きました。じゃーん、パナソニックルミックス G100。 これあれ？と思った人いますよね。先日紹介したルミックスの G100 なんですけど、前回購入したのは、あれ中古品だったんですね。中古品の、それもレンズなしのボディだけだったんですけど、今回はこのルミックス G100 新品でレンズ付きモデル購入しました。もともとこの G100 ってね、ボディだけで売ってないんですね。一番基本になるのがレンズ付きのキッドモデル。このモデルと、もう一つね、なんだろう、こうミニ三脚が付いた、コントローラーの機能がついたミニ三脚ついたモデルとこう2種類出てるんですが、今回購入したのはレンズキットモデル、基本のベースの方ですね、を購入しました。で、なんでね、これまた購入したかというと、これ、まあ、前々回紹介したのはこの G100、この中古品のボディだけだったんですけど、今使用しているこのパナライカの 15mmF1.7、 これをね、装着した時にどうしても動画で撮影、特に 4K 動画で撮影する時にはもうクロップファイル率がかなりひどくて、同じレンズ1本で動画と写真を同時に使うっていうのがね、ちょっと難しいんですよね。そこでまあいろいろちょっと考えたのが、まあ、動画は動画用でレンズセットして、で、もう1台用意して、こっちに写真用、スチル用でレンズ用意して、2台体制でね、ちょっと運用してみようかということで、まあ試しに購入してみました。で、ひょっとしたら、まあ、ゆくゆくはこっちの中古品の方を手放すかもしれないんですけど、今回購入したこの新品がね、かなり安く購入できたんで、ポイント含めると本当、かなり安く、今回、ゲットできたので、中古品を一旦ひょっとしたらゆくゆくは手放して、こっちの新品の方、手元に残すようになるかもしれませんが、しばらくはこの2台体制でいこうかと思います。画角が狭いんで、なかなか開封動画もちょっと難しいんですけど、取説と、それから保証書ですね。はい、こんな感じです。おお、小さい。特にこのレンズキットモデル、これ、何ミリだったかな ?12 ミリ、32ミリですね。で、これはね、使うときにちょっとこう、レンズを、飛び出してやらなきゃダメなんですけど、まあ、収納するときはこんな感じなんですが、使うときはね、レンズこうやってちょっと出してやらなきゃダメなんですね。
で、実はですね、この同じレンズもすでに持ってるんですね。もう一つ持ってるんですけど、まあ、中古品の方は、あれはちょっともう手放そうかな。あれもかなり安く、1万円ぐらいでゲットできたんですけど、あれももうちょっと売却して、こっちのせっかく入手した新品の方を手元に残すような形になるかと思います。まあ、こんな感じで2台体制ですね。はい、で、今想定しているのは、こっちの、まあ、ちょっとどっちが動画用、どっちが写真用になるかちょっとわかんないんですけど、例えばまあ動画用の方には、今月末に発売されるパナライカの 9mm F1.7 を装着して、で、スチル用の方には今これ使っているパナライカの 15mm F1.7 装着して、これ2つをね、装着することで、まあ、写真と動画とこう分けて撮影することができるんで、画角等もね、結構わかりやすくなるんですね。例えば 9mm のパナライカ装着1台だけで運用しようとすると、写真を撮るときは 35mm 画角の 18mm で、動画を撮影するときは約 25mm でちょっとね、ややこしくなるんですね。まあそういったこともあるので、まあ写真用と動画用とこう2つ分けて運用した方がいいかなということで、まあ今回購入してみました。それから、このボディ自体が非常に軽量コンパクトということと、パナライカの9mm と 15mm って非常に軽量コンパクトなレンズなので、両方組み合わせても全部で1キロないんですよね。片側だけで 500g 確かなかったので、両方足しても多分900何十 g ということで、まあ今、これ使ってる G9 Pro にパナライカの 12mm セットした時より軽くなるんですね。まあそういった意味では、2台運用で使った場合でもかなり軽量に使えるということで、まあそれはそれでありなんじゃないかなと思います。まあ実際にちょっとね、試してみないといろいろわかんないことあるかと思うんですけど、しばらくは2台体制でちょっと運用やっていこうかと思います。現在の時刻が20時46分になりました。今日も一日どうもお疲れ様でした。今日は水曜日ということで、夕方から競技場で練習してたんですけど、今終わって帰ってきました。ちょっといつもよりね、早めですね。で、撮影に使っているカメラですが、引き続きパナソニックの G9 Pro になります。そしてレンズはパナライカ 15mmF1.7 なんですけど、いやー、結構この組み合わせでも、この暗い場所でも撮影ちゃんとできてるような気がするんですけど、どんな感じでしょうか。そして今日はマイクが DJI のフレキシブルマイク FM15 を使っています。音とかもどうですかね。まあ、今日は高校生がもう大会前、今週土曜日から県総体で3日間、まあ、大会があるんですけど、まあ、ここで6位以内に入れば、次は四国大会に出場して、で、四国大会で6位以内に入ればインターハイに出場できる、本当にもう重要な大会がこれから続いていくんですが、まあ、その調整ということで今日はいつもより少し早めに帰ってきました。あー、お腹すいた。まあ、ちょっと家帰ってから一杯飲んで、夕食食べてからもうゆっくり休みたいと思います。はい、というわけで本日以上となります。また感想とコメントいただけると非常に嬉しいです。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。